もこのチャンネルに情報を提供してくれているうちの一人、みきおちゃんに聞きました。今回はいろいろなサイズのね S 字フックを使ってみたんだけど、このサイズ、これが約9センチなんだけど、これが使えるギリギリのサイズかなという感じがしました。これより小さいサイズを使ってしまうと、カモイにかけた時に落ちやすいので気をつけてくださいね。あとは S 字フックの先端の部分、これが切りっぱなしになっているものもあるんだけど、これをね使ってしまうと落ちやすいのはもちろんのこと、重いものを引っ掛けた時にカモイに食い込んでカモイを痛めてしまう可能性があるので、使うならね S 字フックの先端の部分がこうキャップがついているものを使うといいと思いますよ。このチャンネルではまだまだ皆さんからの便利な情報をお待ちしております。コメント欄やメッセージでぜひ教えてくださいね。それでは次回もお楽しみに。